河原井和也は、日本のプロレスラー。本名、同じ。シアタープロレス課長風月、生え抜き第1号レスラー。デビュー前の2013年度9月16日大会で、練習生河原井の名前で、高橋冬樹を相手にエキシビションマッチ。同年9月29日大会で練習生、河原井コーチ、高橋冬樹組、対新星、風月勇者アモン組のカードで、 エキシビジョンタックマッチを経験し、11月24日の査定マッチ、下田大作戦で査定合格。翌年となる2014年1月26日、東京、王子神谷、シアターバビロンの流れのほとりにてにおける不合不合夢次戦でプロデビューを果たした。なお、練習生時代にエキシビジョンを重ね、観客とコーチによる査定マッチを経て、 デビュー戦に臨むスタイルは、以降の課長風月練習生にも引き継がれている。2014年12月21日、東京、新宿フェースにて開かれた、ハードヒットモーンリゼでは、ダークマッチに抜擢され、レオナルドライオンを相手に5分時間切れ引き分け。2015年4月4日、横浜、ラジアントホール、ハードヒットネバギバでもクラシックパンクラスルールの、ダークマッチに出場し、 チェリー兵器岡本と対戦。また、同年3月20日、三戸、格闘居坂や関一にて行われたトリプル E、旗揚げ戦に出場し、翔太と組んでの神楽柳川戦で地元外戦を果たしている。この模様は、茨城県運営のインターネットテレビ局、茨城ラ TV にて放送された。2015年5月30日、東京、浅草橋ヒューリックホールにて行われた。 課長風月三周年大会では頭を刈り込みペイントを施した回帰派に転身。セコンドに着いた際にはキュウリを完食した。6月27日、神奈川、ベイサイド横浜で行われたハードヒットのダークマッチにてパンクラスゴールド事務業徳川村イズム所属の寄光、健太郎と対戦。引き分ける。11月7日、 ラジアントホールでの田村2013夏の甲子園、優勝前橋育英レギュラーメンバー決勝戦で、ホームラン打った、春人戦で、ハードヒット初の本戦出場を果たす。6月19日、三本自主工業、新木場大会において、蛯川優、ウルフスターと三部ウ戦で激突。8月30日、対、小笠原和彦戦にて、キャプチャー初参戦。 2016年10月2日、ハードヒット、ベストオブスーパーグラパラースにて、ニコプロハイザネクストコンテンダーズ一例トーナメントに、出場。2017年4月26日、ドラゴン勇気の保持する、LLR ユニバーサル級王座に挑戦し、12分55秒で、敗退。初のベルト挑戦となった。6月25日、寿司と風流人。 タック王座に挑戦も敗退。7月2日、新潟課長風月、リュート大会で、IH グレートタイガーライスに敗北。8月20日には、地方創生、茨城復興夏祭り2017に参戦。長井光也と組、越中白田馬場高博組に勝利した。2018年11月発売の、週刊プロレス増刊、プロレスラー選手名館2019では、 課長風月所属選手から外されており、この年までに対岸扱いとなっている。長らく欠場を続けていたが2019年10月22日、山本雄二郎自主工業でのザブルーシャーク、竹村、光一、中川達彦、女子オブライエン組戦で復帰。髭をアイスキンヘッドという出でちでの復帰となった。河原井久しなり河原井とぶきなり。ありがとうございます。